それでは2ヶ月目のトレーニングです。2ヶ月目は腕立て伏せを行っていきます。腕立て伏せは胸そして二の腕のトレーニングになってきます。胸と二の腕は上半身の中でも大きな筋肉になってますので代謝アップには効果的です。1ヶ月目のお尻上げを行った後に腕立て伏せを行っていきましょう。まずうつ伏せになります。膝をクロスして両手は胸の横です。これが万が一肩に行ってしまう場合は少し肩に負担がかかって怪我する恐れがありますのでしっかり胸の横に置きましょう。さあここからがスタートです。お腹を引き締めて1、2、3で上がります。そして1、2、3で下ろしていきましょう。繰り返します。ポイントは動作中にお腹の力が抜けて腰が反ったりしてしまわないようにお腹を引き締めてお尻から頭までがなるべく一直線になったままの姿勢で行ってみてください。先ほどのプッシュアップで腕がきつすぎる方はバリエーションとして椅子を使います。椅子の上に両手は肩幅に開きます。両膝は伸ばしてください。親指と親指の間に線を結んでそこに溝落ちが当たるようなイメージで下ろしていきます。3カウントで1、2、3 1、2、3 1、2、3繰り返していきます。この動作を10回から15回行っていきましょう。